ファクトリーさくら in シンガポール、はい、ということで、なんとですね、パスポートを家に忘れるという大事態を犯しまして、でもなんとか到着できまして、本番にも間に合いました。昨日はどうもありがとうございました。ここは寺ですか？リトルインディアというところにいるらしいです。ちょっと今日の色とかちょっと寄せてみたんですけど、いい感じじゃないですか。ちょっとインド風な感じですか？ああ、いいと思います。勘違いインディアンがサリーとかどうですか？サリーいっぱい売ってるんで、はい、可愛いからちょっと見に行こうかなと思います、うんうん、はい、なんかお土産をでも買って帰りたいなと思います。明日からジャカルタですね。今日これから、飛びます。はい。はい。行きますので、じゃあ、またねー。またねー。はい、じゃあそれではちょっと、かなでちゃんを見つけたので、かなでちゃんにインタビューをしてみたいと思います。こんにちは。はい、じゃあ。かなでちゃんです。はい、かなでです。かなでちゃんは、シンガポールどうでしたか？はい、とても楽しめました。2回目なんですけど、また違う楽しさでした。あ、よかったですね。ベースのお姉さんがパスポートを忘れた時どういう風に思いましたか？やっぱりちょっとびっくりしました。びっくりっていうか、まあひどいよね。すいません、さくらさんはちょっと今写真用意に行って、じゃあかなでちゃんのインタビューで。インタビューどうですか、シンガポールは？とても暑いですね。でもすごい皆さん優しくて楽しいです。ここはリトルインディアというところですけど、はい、どうですか、歩いてみた感じ？やっぱりそのなんかインド風っていうか、やっぱり、うん、そのインドらしさがすごいですね。やっぱり日本にはない感じがあってすごいです。はい、桜井さんはまだ、あ、帰ってきた。じゃあ桜井さん、はい、どうぞ続けてください。じゃあ何食べました？何食べたかな、なんかチキンとか、あとなんか朝食でパンだったりとか、うん、なんかいろいろ食べました。ひかめちゃんは世界で一番好きな食べ物は何ですか？世界一番好きな食べ物、うん、なんだろう、これさえあれば生きていけるっていうやつ。なんか日本でもあるんですけど、うん、アボカドが大好きです。あ、そうなんだ。アボカドさえあれば。アボカドがあれば。アボカドさえあれば生きていける。あ、そうなんですね。そんな桜井さんは何なんですか？私はもう、私の夢は、はいはい、生クリームのプールで溺れて死ぬことです。あとチョコレートですね。チョコレートね。そう、チョコレートよく食べてるね。そう、ジャカルタとかね、チョコレート美味しい。そうそうそう。そうなんです。インドネシアはチョコレートが非常に美味しいので、この前お土産で買ってたチョコレート、うんうん、全部自分で食べる。食べちゃった、はい、あ、誰にもあげずに人に配る前に全部自分で買って食べる。さすがです。ひどいことがあった。ひどいことが、はいはい、明日からジャカルタですけども、はい、どうですか？どうですかって雑な雑なジャカルタの皆さんに何かじゃあメッセージを。メッセージ、やっぱり一生懸命なんか演奏、なんか良かったよって言ってもらえるような演奏をしたいです。頑張ります。はい、素敵素敵なコメントですね。素敵なコメントですね。素敵なコメントありがとうございます。ありがとうございます。じゃあかなでちゃんでした。またね。またね。桜井さん、これどうですか？つけ毛？つけ毛。すごいな、これ。日本でだとないですよね。
どうですか、桜井さん、お家に。いや、邪魔でしょ。あおすごい、すごい、すごい。なんか下手くそじゃないですか。CD ショップジャケ買いしますか。桜井さん的には、桜的にはどのジャケットがいいですかね。ジャケ買いとしてはこれとかね。確かに顔緑だし聞いてみたい。というわけで今あの一回り、リトルインディアのショッピングモールを回らせていただいたんですけども、すごいいろんなものがありましたね。ありましたね。あのサリー、はい、すごい可愛いんですけど、あの多分日本だと着れないかなって。あのそれで音楽院で授業してたりとかしたらおかしいでしょ。桜井先生頭おかしくそういう先生がいてもねいいと思うんですけど、桜井先生頭おかしくなったかなって多分思われ、あこれもなんかアンサンブルとして学ぶところがあるのかもしれないとか、ね、変な、うん、そういうどうでもいいあの勘繰りをさせてしまうと思ったので、今回はちょっとやめておきました。やめておきました。なんですけど、あのスカーフとかね可愛いのが、そうですね、あったりとかしたんで、うん、ぜひシンガポールにお越しの際はリトルインディアで遊んでみてください。じゃあまたねー。またねー。